おはようございます。今朝の5時ぐらいですかね。今日はですね、早起きして、今から飛行場に向かいたいと思います。で、飛行機乗って東京に行ってですね、今回も東京スケートを楽しんでいきたいと思います。行ってみましょう。前回もお話したかと思いますが、無理です飛行機の揺れなどで破損した場合の保証いたしかけます。はい、お願いします。命の保証もないですからね。そこは。ゲストもお待たせしました。お願いします。ありがとうございます。ご自身の発などは発生さJR の新横浜駅に着きました。昔は小机駅で降りて、いつも歩いて行ってたんですけど、今日はですね、レジェンドスケーターが新横浜駅で拾ってくれるということなので、ちょっと探したいと思います。あれ？まさか。あ、あれや、いきなり見つけた。そっちで取られとった。おい久しぶりっすね、川崎さん。ありがとうございます、マジで。お願いします。これ車変わってないのか。ああ、そうか。だから見覚えあったんだ。川崎さん、東京でも同じ車に乗ってました。さあ、乗りたいと思います。それ取るならエンブレム取らないからいいんで。いやいや、ナンバー映っちゃうんで、まあ。全然問題ないよね。川崎さんはですね、東京でも、東京どうすか、川崎さん。東京っていうのは横浜やからね。住んでるのが横浜なんですか？そうだよ。だから車で40分ぐらいの磯子っていうところで、ちょっと鎌倉寄りの方になるから。ああ、そうですよね。だし、なんか、噂によると、なんか前の住んでるっていう。だと思う。あ、そうなんですね。あれですよね。僕がゴムパッチンで川崎さんを殺しかけた時の。そう。これもいい機会だし、僕が出たことないから一回出てみようっていうのもあって、ね、こういうチャンスもないなと思ったから。結構勇気いるじゃないですか。川崎さんの場合、本当福岡にね、ずーっといたし、僕らからしたら、うわ、川崎さん福岡捨てたやん、みたいな。寂しい気持ちもありつつ、ちょうど俺が出るぐらいの時期に福岡がいろいろと活性して始めた部分。まあまあ確かにそうですね。新横行く前にコンビニで買い出します。水。川崎さんすごいっすね。セルフレジやってるじゃないですか、うん、リテラシー高いっすね川崎さん。川崎さん相変わらずコーラスか。当たり前じゃん。川崎さんの最近の1週間のライフサイクルってどんな感じなんですか？水曜日と土曜日に自分でやるけん玉教室を水曜日に月に1回、土曜日に月に2回やる。スケボーは週に 1？ いや、スケボーはね、足が良くなって今週3、4ぐらい以上。え？結構滑ってますね。すごいっすね。福岡にいる時より滑ってるじゃないですか。やっぱ3ヶ月間できてないでしょ、結構時間いて。で、今59っすもんね。っていうか来年2月19に60だから還暦スケーターっすね。もうやば。相変わらずすごいな、デッキの数が。これが普通のフラットの回しようか、うん、あ、変わってないっすね。変わってない。でこれがパーク用、それはこれは移動用、これがフリースタイル用か。これはスピン用。変わってないっすね。赤い T シャツにショーパンにけん玉ぶっ刺してまあ変わったっすね。これなんですか、これ。マジっすか。有名になってるんですね川崎さん。有名になってるのはレオタムのおかげ。あ、ありがとうございます。いや、すげえパークマジでちゃんと受付をして滑ると無料なんですよね。素晴らしい。入場です。リニューアルした新横のスケートパークに来るの実は何気に初めてなんですよね。昔は新横のパーク有料で黒い鉄板のセクションで路面もアスファルトだったんですよね、まあ、それが今はこんな感じで関東を代表するスケートパークになってますね。YouTube 見てくれてるの嬉しい、ありがとう。みんなこの辺に住んでるの、はい、自分たちで来てるの？お父さんと？いや、自分たちで。何歳今？小6です。いいね、こんな近くにね、こんなあったらね。夏休み暇じゃないよ。剛川崎の大豆さあ、今年還暦を迎える川崎さん、体をウォームアップしております。バッチリじゃないですか。早メイク、ナイスメイクです。イクホです。イクホのスペシャルトリックね。おお、うえい、ノーリーのレートプレッシャー。おー、やばー。フラットエリア。じゃあ川崎さんの伝統芸能お願いします。おお、すげえ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 。おお、還暦を迎える川崎さんのフラットトリックを見せてもらって、いろんなスケーターの目線になってると思うんで、60歳のスケーターがどんだけできるのかっていうね、それを僕も見てね、これから年取っていきたいなと思いますんでじゃあ行きましょう。おお、おい、去年一昨年かな、真夏に川崎さんに50個ぐらいトリックやらせましたもん。めちゃくちゃなきゃいけない。その動画もぜひ見てください。おお、よしにしとき、よしにな。マジで。あ、惜しい。サービスショット。はい。3本目のフラットトリックは行きましょう。めっちゃ良かった今の。おお。からの？からの？からの？いや、川崎さんありがとうございます。また痛い握手が痛いよいつも。ナイスセッションでした。ありがとうございました。またやりましょう。気をつけて川崎さん、また会いに来ますんで。いいっす。お疲れ様です。